はい皆さんこんにちはケイアイシヒデコと池畑秀樹ですはいよろしくお願いしますこんは,こんは私はえっ、ー、と今まメイクスタジオチャットという、えー、サロンをあの経営はしているんですけれどもあの普通の美容室ではなくてブライダルを中心としたあのスタイリストたちをあと一緒にえー、ブライダルの現場で仕事をすることが数としたらたくさんですかねあと あの、学校に行って講師をしたりとかもしていますが、あの、まあ、この仕事に入って、美容の世界に入ってからは、えっと、21ぐらいからやっているので、もう本当にすごい年数やってますね。で、えっと、ブライダルの世界に入ってからは、二十20年ぐらいにでもそれでもなりますね。 まあでも長年ずっとそういうあの仕事をして、まあ、お互いですけどもこの仕事をしながら、はい、僕は男性であの、ねうん、女性で、まあ、女性ならではのいろんな,そのなんか仕事をしながらの,この大変さっていうのはなかかったですか、えっと、仕事しながらの大変さは多分な,かなくはなかったとは思うんですけどなんか私自身はあのー、やりたくてやってたことがすごく多かったんですね。で もともと商売屋の娘で生まれましてあの自分が仕事をするんだったらあのどんな仕事にしようって思った時に人を相手に仕事しようって思っててで何でもいいそのまああの何でもいいなちょっとバイトしようかなって思った時にたまたま化粧品会社の販売会社にパートで行くみたいな仕事があってでそれがもうきっかけで美容の世界に入ったんですけど。 もともとはジムみたいなので入ったんですけど人を相手に仕事するのはしたかったっていうのは人が好きだったんですよ。だからそこにお化粧しに来る人たちを、あのー、美容部員さんがいろいろ教えるんですねで私は雑用係だったんですけど美容部員さんが教えてあげて来てくれたらその人たちがきれいになっていくので来た人をみんな喜んで帰るわけですよなんか若くなったななんだなみたいな。 で、そういうのを見てると楽しくて、結局まあその、その感じは面白くてこの仕事に入ってるんですけど、でもまあ楽しくてやっているので、大変なことは多分、あの、いっぱいあったけど、それをなんか考えてやってみたら、過ぎてしまえば、そうでもなかったかも、みたいな感じです。ありましたよ、多分 <laughs> <laughs>。そうです。ですよね、だから過ぎて考えると、はい なんかその大変なことに、もうなんか出会って、それをなんかや、やれる面白さもあったんだなっていうふうに思います。なんて言えばいいのかわかんないですけど。あの、楽々にやれないけど、それも経験できる面白さがあったんだなって振り返ると思うので、あの、まあ、あれでよかったかって感じです。<laughs> <laughs> なるほどです、はいまあ、でも本当にあの広島から東京、まあ、東京で理事会があったりとかそのメイクアップの講座、えー、たくさんねあのやっぱりやっぱ東京で生の目で見たいということで、まあ、よくねあの東京でお会いさせてもらいましたよね僕,僕もまあ和歌山から東京行ってもう本当に距離的にね今,今でこそこんなあの中継できますけども普段はもう夜行バスに乗って。はい 眠たい目をこすすってですね朝からの講座一日お休みかと思ったら本当にすごい移動やったと思うんですけど、うん、まあ今のこのその昔の昔っていうとまあ,まあ最近ですけどそういう時と今のコロナ禍になってからの,その仕事の仕方とかどうでしょういいろいろ変わりましたか仕事の仕方はやっぱりあのコロナ禍になって私ブライダルをやっているのでそのブライダルっていう業界がすごく変わってきているので。 やっぱりそこはちょっとやっぱ違いますよね。今まであの私たちはこう人にあのまあ触れることが仕事だったのでそういうその人に触れるっていうことそのものもその今までのように例えば衛生管理をするっていうのはもともとなのでかそれはあんまあ変わりませんけどでもそれに付随してまあ例えばどの会場に行っても絶対体温は自分の体温をはか、測らないといけない<ー>うがいはしないといけない。 で、それが、なんて言うんですかね、こう自主的にじゃなくて、まあ、自主的にしますけど、なん <laughs> て言うんですか、もう必ずそれをやっていかなきゃいけないことだったりとかっていう、その、あと、まあ、マスクもそうですけど、あと、あの、フェイスが、ね、フェイスシールドとかもそうですけど、やっぱりそういういろんなものが、ちょっとプラスになってきて、まあ、そのことによって、やっぱ変わっていくことっていうのはありますよね。<laughs> で、まあ、それで、その、 良い面も悪い面もまあどっちもちょっと不便だなと思うこともあれば、まあよかった、一番良かったことは、コロナ禍で一番良かったことは、このようにですね、理事会なり、それから池端さんにこうやって話ができる。<laughs> だからまあ変な話ですけど、理事会も、私、 あの、コロナになる前にも結構やっぱ遠いので、うん、毎月っていうのが難しくて、うん、あの、自分自身は結構もう何年も前からスカイプとかを使って、うん、あの、遠くにいる人と、まあ自分の娘ですけど、自分の娘と、例えば海外にいるときに、そのスカイプ使って話をするとか、東京に娘がいるときにあの話をするとかって結構やっていたので、 あの、そういうのもできたら嬉しいって言って、何回も実は言ったこともあって、でも実現しなかったんですよ。やっぱりそうは言っても、<laughs> 皆さんがみんなそういうわけにもっていう話だったんですけど、うんうん、コロナ禍になったことで、それがこう一気に実現して、あの、月に一度の、うん、あの理事会も逆にこう自分の自宅でできる。うんうん、それは素晴らしいですね。そ,すねそのことだけはなんかすごいなって思います。うん 非常にそのまあ、あのね。コロナコロナって言ったらすごくイメージが悪く感じる人もいるか分かりますが。すごくそういう部分では後押ししたものはありますよね。うん、ま、もう諦めうもう諦めてやっていこうっていう感じでね。いろんな加速しているものが非常に増えたと思いますよね。うん、うん、まあ、あの今娘さんの話出たんですけど、あの普段はその娘さん子育てとか。その年齢的なことは絶対。 言ったらタブーなんですよね、僕今、<laughs> いや、実いや、実、私は、あの、誰に年齢聞かれても、あのお、こういうね、時じゃなかったら全部言うんですよ。1対1で聞かれたら、もう年は基本的に、あの、誤魔が好きじゃないので、年齢は言うんですけど、ただ、まあ、あの、私を知らない人で、私がさせていただいているお仕事っていうものを考えたときに、まあ、知らない方が楽しいんかな、いてもっていうときには、 言わないですね。<laughs> まあ、いや本当はどうかわかんないですよ。あの、はい、別に年齢、もちろん仕事って年齢に関係ないと自分は思ってます。でも、うんうん、自分と他人は違うとも思ってます。だから、あ,<ー>あの、お客様っていう方から考えたときに、あの、それがいい提供でないんであれば、お客さんにとって夢がある方がいいし、あの、何て言うのかな。 いい方がいいなって思う,思う場合にはわわわざわざは言わないですねそこはあのお客様の例えば共感を子育てが大変やっていうお客様がそういうことをポロッと言われたらそうよ私もそうよって共感のある時は言うけどあもちろん言いますよ。でブライダルで結婚式なんかでねやっぱりこれからこう初対人見たお話っていうのはねちょっとね分やすなる大変なんやな結婚って思わすのもねあれなんでね、まあ、そういう時は言わないということでしたよねすごい配慮をされてますよね、はい、でもね。 いやそんなことないんですよ。でも、やっぱりなんか、できたら、自分の話に引き込んで楽しい方もいるけど、相手の,あの話に引き込まれてあげて楽しい人もいるじゃないですか。うん、なるほど、ね。だから、そういうのは、なんか、あのー、その人と楽しい時間を過ごすために、どっちがいい人なんかなとは思いながら話はしますけどね。はい,はい、はい。 意外と考えてるでしょ意外と考えてる。いやいや、もう大体考えてないって言われますからね。今ね、皆さん初めての方はね、多分分からない、河野 <laughs> さんってね、すごいあの豪快なんですよ。まあ本当にあの、どっかでお茶飲んでたら河野さんの声聞こえてくるって、もうすぐ分かるようなね、すごい豪快で元気なね、本当にあのパワフルの、パワフルのある河野さんですけども、まあ、あの僕一回、そのスタジオを行かせてもらった時のあの、 ことあるじゃないですか。で、スタッフの方、これちょっと写真も少しね、シェアさせてもらいますけど、まあこんなこのメイクの日の T シャツ、はい、これあのコノさんどこにってるかわかりませんね皆さんね、若い若い人ばっかりで、ああこれはえっといろんなところでやるんですけど、私わかりませんか？わかりませんねもあの、わかりますよ。コ一緒ちゃいますかみんな？違いますよ。はい。そうメイクの日の時の写真です。 一番左の。あ、これです、これです。はい。私のすぐ隣は、あの、うちのスタッフではなくて、ジェーマンの活動を。あの、一緒に応援してくれているジェーマンの会員の方で。メイクの日を一緒に盛り立ててくれていて。で、この写真の場所は彼女のサロンなんですね。ああ、なるほど、なるほど。はい。あとの、右の二人は、うちのスタッフですね。これ、メイクの日っていうのが。えっと。まあ、こんな感じでね。 はい。またこれは違う場所ですけどね。違う場所ですね。はい。ここも、あの、j ーマンの会員の方で、私,た私と一緒に、その j ーマンのこのメイクの日を盛り立てようということで、その人のサロンに行って、私たちがメイクしてるんですね。うんうん。これは、あの、メイクの日っていうのが、まあ、あの、ね、知ってる人は知ってますけど、知らない人の方が多いと思いますの、はい、そうですね。はい。ね、ちょっと、簡単に、あの、うん、コロさんはどんなふうに思われてますメイクの日っていうことに関しては。 どんな日ですか ?5 月9日をメイクの日っていうふうに、まあ、ジェイマンが、あの、登録してて、で、まあ、その日に、こう、なんていうんですかね、メイクを、まあ、楽しさを知ってもらおうっていうような日にしていこうっていうふうに私は認識をしていて、で、その楽しさを知ってもらう中で、まあ、技術もそうですし、例えば商品、例えばお母さんにプレゼントしようとか、そういうのもそうかもしれないですし、まあ、あの、 そうですねメイクって楽しいよっていうのを年に1回なんかこう普段お金頂い,いてやってるようなことでもその日はちょっとみんなで提供しようじゃないかみたいな感じですかね。僕もあの最初にこれあの本当にジ、え、ェ、ー、マに入らしさせてもらった時あ,のある先生からこういうところでいろいろ活動に協力し、まあ、ボランティアでねあのメイクをして差し上げるっていうような,んかなんか大きなイベントがあって、うん、100人か200人やって。 ぐらいの人をバーっとね1日の間にするっていう、まあ、ボランティアをしたことがあってなんかすごくあのそれで喜んでもらえた、ねうん、その記憶があってねでやっぱりこのメイクの力ってすごいんやなってこのメイクの力を通じてこう社会に貢献するような活動ができたらいいなっていうことを、まあ、あのだんだん僕もそれが分かってきて、まあ、今に至るわけですよね。だかからなんかメイクって聞くと,ちょっと ちょっとこう華やかすぎて普通に生活している人からするとなんかちょっと華やかなちょっと違う集団みたいなイメージにとられるんだけど実は目の前にあるメイクって毎日ね普段皆さんやってることなんでちょっとプロのアーティストにしてもらうだけであの全く違いますもんねあの感情が揺れるっていうんでしょうかね、うん、本当に、ねはい、す,すごい活動だと思いますこの活動を、えー、っとあこの写真がですねそうそう渋谷かなこれはい渋谷ですね 3年前でしたっけねそれぐらいだったと思いますねステージや、はい、った時のやつですね。一緒にステージね出させていただいたそうです,そうですあの子供ちゃん2人のモデルちゃんとあとブライダルのお嫁さんを作ってステージの上で少しあのメイクをさせてもらった時のやつなんですけどすっごい可愛かったですこの時の 2, の2人の子供ちゃんもうん、うん、ですよね、まあはい、大きくなってると思います <laughs> でもこういう ステージをこう経験した子供さんがまた大人になっていった時のこの思い出っていうのもこれもまたすごいねすごい体験だと思うしね、はい、これはえー、っと私あれなんですねそのメイクの日っていうのを一番最初の頃は東京で今池畑さんが言われたあのスパイラルホールとかにたくさんの人を集めて一気にそこでどんどんいろんなあの本当は100人近い、まあ、スタイリスト自体でも例えば50人とか それぐらい、まあ、たくさんいる中で、どんどん綺麗な人を作っていくっていうコーナーがあったり、あの、フェイシャルだあの、フェイシャルやったり、ネイルやったりっていうコーナーがあって、イベントやってたんですけど、私、地方にいたんで、あの、私がそれに参加するはもちろん、まあ、骨費払っていけば参加できるんですけど、私、それ参加一人だけしても、なんか、じゃあ、私の周りにいて、いつも大切に思っていたり、一緒にやってる人たちって、 いけないじゃないですか。みんなの交通費払って、じゃあ30人で尾道から行くとか福山から行くって言えないから、どうしようって思った時に、ああ、じゃあ私が地元で小さいのやったらいいんだなっていうのが始まりで、すごくちっちゃいのを、あの、うん、専門学校とかを借りて、ほぼ同じようなのの小さいバージョンとかを3、4年やったんですよ。<う>はい。で それで、それが終わってからは、今度は終わってっていうのは、それもやっぱり、こう、形も変えていかないとあれなので、あの、いろんな、そう、セミナーやったりとか、多分その時の、あの、東子先生に来てもらって、多分セミナーやってる時の写真だと思うんですよね。で、やっぱり、こう、同じ技術をする人でも、まあ、東子先生はまた、あの、同じ、東京にいる、その、技術者の中でも、 すごくやっぱりナチュラルメイクとか上手なんですよ。で、あの、そういうのって主義ってやっぱり生で見るからわかることもあるんで、あの、来て、もう本当目の前で被り付きで30人ぐらいしか多分その時いなかったと思います。見て、こう、講座に来てくださってた方は。でもその30人の方は被り付きで見せていただきました。ですよね。はい。もうあの、東子先生の本当にあの、 まあ、お人柄もね、あの、すごいいいし、本当に、はい、えー、次のライブね、こちらの方でね、もう最初にね、言っ2月9日にね、ゲストで出演いただきますけども、とこさんはこんな感じの、はい、はい、方ですよってことです。はい。はい、で、そうですね、本当にあの、その、そう考えれば、もうメイクのこの活動だけでもすごく、その、ジェイマの活動だけでもすごくね、あの、はい、23年ですから、 相当まあ知っていただいてるとは思うんですが、うん、あの検定についてもちょっとどうでしょう検定ってどうでしょう今の,そのメイクの検定は、私あの、専門学校でもあの講師をしてたことがあったので、うん、あの他の検定とかもあの、まあ、勉強しなきゃいけないことがあって、ちょこっとこうお話を聞いたりしたこともあるんですけど、j ェ m マンの検定の一番いいなって、私が一番いいなって思ったところは、 あの、私自身もそうですけれども、まあ、他の人も、あの、例えば、各社いろんなメーカーで、あの、会社の中での教育によってメイキャップをしている美容部員さんってほとんどだと思うんですよ。うん、で、そういう方って、やっぱりその会社の主義、あ,のありますよね。会社の化粧品の使い方。それから会社のその化粧品を上手に使ってメイクをしていくための、例えばいろんな順番だとか、いろんなものありますよね。 で、そういったものって、こう、いろいろだから、例えば、その、こういうやり方で、こうやってやらないといけないっていう検定もメイクアップ検定の中にはあるんですよ。もう、この道具はこういうふうに使って、ここから書いてこうやってみたいな。で、そういうふうになると、専門学校とかで、それだけを教えてもらった人であれば、その主義を使って検定を受けることはできるんですが、でも、社会人であれば、やっぱり皆さん、いろんなところでの勉強した、 方なんで、で、ジェイマンの検定の一番いいとこは、そこで、どのような、その、勉強の仕方をしてきた方でも、あの、受講することがで、受験することができる。で、それに対して、ある程度の、あの、知識を持った審査員の方が、あの、それを見てくださるので、本当に基本的に譲れないところと、そこをきちっとしていれば、 その他のことについての部分については、例えば多少の前後があっても、あの、構わないっていうことも含め合わせて見る審査員が見ていただけるっていうのが、ジェーマンの一番いいところだし、誰でも受験できるっていうのがすごくいいですね。 なるほどなるほど。やっぱりあの、そうですよね。本当にあの、メーカーの色っていうのは非常に強く出てるところもあるし、それこそあの、そのメーカーのメイクが、あの、否定はしない,しないけど、やっぱり人それぞれの好みタイプによって、このメイクは、 あの派手すぎて嫌よっていう人ももちろんいてるんだろうしそう考えた時にすごくそのバランスの取れた検定になってるように僕は思うんですね、うん、だからどのメーカーの人の癖もこう一旦こうね今言われたようにレベルをきちっと表示に合わせてしかもなんかこう結構マナーも大切にしてるじゃないですかやっぱりそのいくら腕が良くってもあのやっぱりお客様っていうのは 感情を持ってる人間なんで、うん、そこにどう受け入れられるかっていうスキルも大事にしてる。まあ、そういう部分が非常にね、うん、僕も好きなんですね。まあ、うん、ほとんど、ほとんど、ん男性ってまあ、えー、審査員僕、これはあの、理,理,理事会、理事会,これ理事会見ていただいて分かります。男性って結構少ないからです。ね。あの、ほとんど女性の方々なんですけど、まあ、あの、一番前の理事長の小林慶子先生、ね。<laughs> これ、えー、っと、うん ちょっと勝手にどこで撮ったか知りませんけど、このさんのフェイスブックからちょっと拝借したんですけど、はい、あそうなんですねみんなでご飯で<の>行った時でしょ。で、皆さんね、女性の方々で、あのどちらかっていうと、僕らは男性少ないので、あれなんですが、あのなんか、すごく、寛大というんでしょうか、人間性、人間力、もう全てにおいて、なんか、すごいある意味ね、心地いい場所というふうに僕は思ってまして。うん 美意識を上げるとか美容の力を借りていつまでもやっぱり誰でもこう若くいたい健康でありたい元気でいたいっていう気持ちはもちろん皆さんあると思うんですがどうん、いうふうに河野さんの中ではそのメイクとか美容を自分に取り入れて、まあ、心がけてるか元気を自分に作るとかねそんな何かポイントとかありますかあのせっかくあの聞いていただいてる人に、うん、なんかあんまりすごいなんかあのめっちゃ努力してる ことはないですけどただ言えるのは、あの、私はたまたま化粧品屋が始まりだったので、あの、肌を大切にするっていうことをすごく、あの、一番最初に学んだんですよ。で、うんうん、肌が、あの、綺麗であることが、あの、すごく、やっぱり、自分も心地いいし、それから多分、あの、まあ、変な話、メイクのノリもいいし、っていうのが、 あるな。まあ、メイクのノリがいいのが分かってきたのは、だんだん年を取ってからですけどで、やっぱ肌を大事にすることを自分が学べたことと、で、それを、あの、仕事だったからかもわからないですけど、若い時に毎日頑張っていたことが、あの、年齢を重ねた時に、 あの、よく言うじゃないですか。あの、若返りはしないけど、なんか足踏みできるんよってよく私たち言うんですけど。<laughs> どれだけ足踏みしとるかが大事なんよっていう話をよくしますけれども、まあ、そういう意味での、やっぱスキンケアを大切にしたいなっていうことと、あと、やっぱり、同じスキンケアをするんだったら、ちゃんと鏡を見て、な、てるこ先生もよく言いますけど、あの、自分の、あの、クレンジングしたりするときに、ああ、あの、自分も気持ちいいなって思うし、お疲れ様みたいな、そんな気持ちで、 あの、お手入れできる人と、あ、もう忙しいわ、もう、わ落として、もう、あ、終わり、みたいな人は、違うような気はしますね。だから、それ、そういうことは大切にしたいかなっていうふうには、思ってますね。はい、うん。ありがとうございます。は,はい。あとは、くよくよしない。<laughs> 確かに、あの、河野さんから、くよくよって言葉はないですね。ねいや、なくはないですけど、できるだけ、もう、あの、しない。 まあ僕もね、あの本当にね、自分の性格的に A 型で細かいことを、細かいしせっかちでね、意外とね、これ言ったらあかんって分かってるんだけど、もうめんどくさいなって言ってしまいがちなったんですよね。うんうん、まあ、今でも出ますよ、たまにポロポロね。だけど、そういうことっていうのは、もう、キンクにしようと思ってて、めんどくさいっていうのが出ながら、クレンジングしたり、メイクしたりするのは、やっぱりネガティブに感情に潜在意識に入ってしまう、うん、気づかないうちにね、何かこう、あのメイクっていうのは邪魔なものやと思ってしまう。で、あの今ちょっと怖いのが、 この中でね、マスクしてるからメイクせんでいいわ、うん、ラッキーっていう人と、うん、いやー、悲しいわ、メイクできないわ、口紅塗れないわって、これ、すごく思い,、うん、重いが両極端じゃないですか。うん、で、マスクしてたらやっぱり口角っていうのを上げようとしても見,る見,見てもらえないから、もういいかみたいな感じで下がってしまう。で パッとある日見たらここに毛穴が開いてるってこの間,この間テレグ先生も言われてたけどもうすごく蒸されるから皮膚が上下で変わってしまうってそれを見てまたネガティブになってしまうっていうね、まあ、こういうところが今ちょっと危惧してるところでやっぱりマスクをしてても、まあ、こういうご自宅のオンラインが結構増えてきたから、まあ、マスク取った時でも ちゃんとやりましょうよ。撮った時ぐらいはやりましょうみたいなところのね、えーえー、メリハリってすごく大事かなと思って、まあこういうライブ配信してるときは特にね、あの、しっかりとこう、今日もまあメイクされてると思いますけど、この間、はい、<laughs> この間、東郷さんに今からですぐ出てくださいって言ったら、<laughs> ダメよまだ作ってないんだからって <laughs> 怒られましたけどね。あ、そうやそうや、女性って、そういうことがね、結構大事。まあ男性もそうですけどね、あの、大事なんやなと思います。まあ今、特にそのなんか、一週間ほど前からなんなん、えー、っと、クラブハウスっていうなんかね、 ツイッターの音声もそういうのがバン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 皆ね、あのあ<ー>え今注目されてるみたいですけどね、あれは音声だけなんで、うん配信する側からするとハードル下がっていいわ、もう顔作らんで声だけで言われて思うんだけど、僕らこういうメーカー部の業界ってどうしてもこう、やっぱり視覚っていうかな、映像で訴えたい、えそれを見て、あの なんか魅力を感じてもらいたいっていう方やから、やっぱりそこはね、ハードル下げるっていう変な意味じゃなくって、もっと前向きにですね、バンバンこう前に出てほしいなって僕は思ったりしてる次第です。はい。なんか、あれですね、あの、ちょっとよく、まあ、自分、うんなんか一生懸命、一生懸命が、一生懸命前、前を向いて、あの、頑張ろうっていう、頑張った方がいいっていう考えが、逆に自分の視野を、 狭くする時もあるので、なんか、頑張る、が、前を向いた方がいいとか、頑張ら、頑張った方がいいっていうのは、悪いことではないですけど、何事も、やりすぎは、自分の、あの、えー、っと、なんか、結果いいことにならない。だから、うん、あの、いい加減っていうのは、無責任ではなくて、いい加減を、その、ね、その、頃、頃合いの良さを、 思いながら生きるっていうのは大切なのかなと思います。なんか生きぬ、こう、一生懸命も生き抜きも大事。なんかね、頑張りたい人だからこそ上手に抜くっていうのがすごい大事かなと思うんですよ。見えなくなるから。だから元気になりたい人は、あの、やっぱり元気でいていただくためにも自分の好きなことをやって遊べる時間をたくさん持ちましょう。 <laughs> あいいですね。<laughs> どうですかいいです。こうの節が出ましたね。もうやっぱりそうですよね。ほんとほん豪快に遊ぶときは遊ぶし、おいしいもの食べるときは食べるしね、ほ、うんとに、えーまあ、頑張ったらご褒美、上分にあげたりね,、うん、ね、そのバランスは大事だと思います僕も。僕もね、ちょっとね、最近ね、最近じゃない、最近ちょっと思ったことがあって、結構クそマジに頑張ってきたのが2時の方だって、うん、なんかね、ある種ちょっと自分がね、やる気なくなってもらっ,もた,った時があったんですよ。 でもねこの人間ってすごい力あるなと思うのはもうとことん落ちて落ちて自分がほんまやれやんな元気でやんな、うん、<laughs> やる気でやんなと思ってそのままずっといてたらもう遊んでやれと思って気になりますよね、うん、で遊んでいくと今度やっぱり頑張らなかなかてなってきて自分 <laughs> の中の心のバランスがどういうわけかこう,うまくこう、ね、調整取っていった向上力っていうんでしょうかねあの常にこう。 常に健康でいてるような力とか、なんか重複する力って人間であるっていうね、聞いたことあるんですけど、本当にこうでないとダメっていうので、そこに縛られてしまうと、今、この先言わたように自由がなくなったりしんどいばっかりだから、まあまあ、今は頑張るとき、今は遊ぶとき、今は体休めるときみたいなぐらいで、まあそうです、そうです。はい。まとめまとめをさせていただきました。すみません。そう思います。はい。そんなことでね、今日は30分ほどなりましたけども、このんまたね、 これで最後ちゃいますかねあね、理事の方々にはど発想で <laughs> え、今は今日はこうやって対談ですけども、何かこの仕事をしている時のあのスマホとかでこう動きながらのねとか、うんえー、もしくはその、えー、メイクのこういう情報を知りましたよということで、ちょっとプチ講座をしていただいたりとか、まあ、とにかく、えー、ちょっと今、模索中でこうライブ配信してますけども、またもちろん、うんあの 持ち回りで出ていただくことになると思いますんで、はい。広島からぜひお越しください。<laughs> <laughs> 僕は和歌山弁で行きますんでね。はい、はい。よろしくお願いします。はい。本当に今日は美味しかったありがとうございました。はい、ありがとうございました。また、はい、お会いしましょう。はい。失礼します。失礼します。